我々が日常に経験している極めて平凡な事実だ。我々の気持ちが朝から晩までふんだんにくらりくらりと変化し入れ替わっていく。活動を見に出かけるつもりが途中でふいっと縁日の夜店に引っかかったり、旅自宅で家を飛び出したやつが図書館に潜り込んだり、すいた同士が結婚間際で嫌になったり、金のわらじで探し当てたたった一つの就職口をはがき一本で断ったりするような重大な心理の変化がひっきりなしに起こるのは、そうした種々雑多な無量無変の暗示がひっきりなしに我々の心理伝を支配しているからで、それを自分自身に気づかないでいるのは、そうした暗示と心理伝の関係の千変万化があまりに刹那的で微妙深刻を極めているからだ。ところで道大諸君、こうした暗示と心理伝の関係をもっと深く学理的に研究したら、いろんな面白いいたずらができそうには思えないかね。